皆さんこんにちは、サンクチュアリ出版の山口でございます。やってまいりました、陣屋のまんまの時間でございます。今日もまたサンクチュアリ出版でやっていただいております大好評のイベント登壇者さんをお迎えしてですね、繰り広げるトーク番組でございます。今日のお客様はですね、ビートルズのファンなんですね、アブローダーさん。その由来がアビーロードっていうのがあるんですね。アビーロード、アビーロード、アブローダー。じゃあどうぞ。ありがとうございます。今日のゲストはアブローザーさんです。よろしくお願いします。あ、そうなの、ビートルズのABロードから作ったでしょ。今作ったでしょ。ウィキペディア調べたら載ってましたよ。そうだ、そうだ。すごい、僕ウィキペディアも載ってるんですね。あったはずだな。あごめん、ボケだったんだ。俺ちょっと本当っぽかったんで。おかしいの、笑いのツッコミも何も来ないな。いや、来ないなと思ったから。意外といやいや、そこはそもそも期待しない方がいいと思うんですけど。あ、そうですね。意外とそのあ由来は何ですか。アブローダー、アブローダーの由来は、ゴーイングアブロードっていう、イディオムというかフレーズから、アブローダーっていう。ゴーイング何、アブロード、ゴーイングアブロード、はい。で、海外に行く人だとか海外移住する人っていう意味で、ちょっと僕は会社員時代に憧れてたんで、そういうタイトルにしてそのまま今でも使ってるって感じです。もともと海外移住みたいなのね、憧れていて、はい、ということなんですね。あ、わかりました。なのでビートルズとは全く関係ありませんので、気をつけてください。あ、もう二度と言わないでください。使わない。使ってくれるみたいなんで、よかったですね。じゃあいくつか質問をしていきますので、よろしくお願いします。1個目なんですが、アブローダーさんの日本と海外を行き来する、はい、日本と海外行き来されています、旅ノマドな働き方をするようになったきっかけというのを教えてくださいますけど、まず旅ノマドなんですか、これ。僕がノマドワーカーという働き方がすごく憧れを持っていて、はい、ノマドワークって何かっていうと、遊牧民、はい、モンゴルに住んでる遊牧民が場所を移動する生活をしてて、そういった形で世界を各国を移動しながら生活したいなって憧れがあって、ノマドワーカーっていうふうに言ってて、あでしょ、あのカフェで、そうですね、仕事をマックを広げてドヤ顔して、ドヤ顔してWi-Fi つないで、スターバックスの Wi-Fi つないで長居するやつ、長居するやつ、コーヒー一杯で何時間もいる方々ですよね。いい意味です。合ってる。みんな大丈夫ですか。炎上してない。でも僕も日本にいる時は、ニューヨークにこれから、3年後に仕事しますっていうまでに3年間あったんですよ、はい、時にうち俺のそのサンクシャイの事務所のテーブルをなくして自分の、はい、でいわゆる毎日どっか あのカフェとか、はい、漫画喫茶とかで仕事を3年間の、ま、でもその当時まだノマドなんてあれなかったんですけど、はい、やってました。それノマドワーカーですね、はいはい、それの旅版、旅版、旅ノマド、世界各国のカフェ、Wi-Fi カフェで仕事ができるように、世界各国のスターバックスでフリーWi-Fi使った、最高ですから、スターバックスの Wi-Fi もビンビンですから。そうですね、はい、世界各国ありますからね。じゃあもう一年中いろんなところを旅してらっしゃる。そうですね、毎月どこか行ってまた帰ってくるっていうような、日本と海外行き来する。じゃあもう今はどっかからも帰ってきてる。今はフィリピンのセブ島に出ました。はい、語学学校の取材で。語学学校の取材で、はい、あ、今なんかフィリピンでね、語学学校行かれる方多いんですよね。はい、留学がすごく流行ってるんで、その留学の体験を僕は記事にするっていう。はいはい、でやっぱり取材だからね、いっぱい日焼けもするという。そう、ね、違うし、絶対アナウンサーしたその日焼け具合はやっぱり留学のリアルというか、やっぱりそのエンタメもあるぞっていうのを僕は、ね、その放送で、ね、楽しみどころ、何ですか、セブ島の楽しみどころ、何が楽しみですか。スキューバダイビング行ったりとか。スキューバダイビングね、海の近くのカフェに行ったりもやってたんで、ちょっとだけ行けたって気持ち
いや、いいなぁ。じゃいろんなとこ行ってるんだ。え、もう何カ国行ってるとかあるんですか？今、20か30は行ったんじゃない。でもまあ、僕駆け出しなんで、駆け出しエセバックパッカーと自分で言ってる。はい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 。駆け出しのバックパッカーとしてカフェに回ってるって。いろんな。でもこの旅ノマドの働き方はもうどれくらいされてるんですか？今2年ちょっと経ったかなっていうぐらいで、もともとはフリーランスでずっとやっててっていうので。はい。もともとフリーランス。フリーランスで1年やった後に会社を立ち上げて、今1年経ったっていうぐらいです。はい。じゃあきっかけは、その旅ノマドのなるようになったきっかけが、はい、僕が会社員時代銀行マンとして働いてたんですけど、まあ、公園ですね。公園でバイバイしてた。もう言わないでしょ。さすがに。さすがに2兆倍返しだって、この前あのあれやられてましたけどね。っていうあのドラマがあったぐらい、やっぱりお堅いところだったんですよ。で、僕はお堅いのも好きだったんですけど、もうイメージしたよりお堅かったんで、ちょっと耐えられないと思いまして。ああ、やっぱ硬いんですか、銀行員。いや、結構保守だったんで。あれ、この前見たよね、なんか銀行員の方覚えてる？銀行員の方あれ、いたよね、なんかインタビューした。あ、忘れちゃった。でも、もともと行員だった。あれ、こっちがいいかな。でも、小林さん。小林さん、そうだ、公園だ。辛いって言ってますね、やっぱり公園の方、合わない方は合わないんでしょうね。すごいストレスというか、やっぱり、ちょっと嫌やったんで、それを嫌だった。で、転職を考えたんですけど、転職の幅が多分金融系の保険だとか、あとは証券だとかなる、そのスキルだったら、ちょっと僕のスキルじゃ届かないなと思って、まあ、自分でビジネス始めたっていうのが。ブログ？ブログだとか、あとメルカリが一番最初ですね。メルカリか。当時メルカリ黎明期だったんで、メルカリをスタートさせて、で、販売をして、あ、なるほど、こういうのも売れるんだとか、で、味を占めて輸入してみて、売ってみるとか、っていうのをスタートしたっていう。入れ食い状態なんですか、メーカーに。そうですね、そうですね。ただ出店したらすぐ売れる。そうです、そうです。そういうのをやってて、でまだ旅じゃ、全然旅じゃないですよね。そうですね、そうですね。で、全然できなかったんですけど、たまたまそのメルカリの方法だとかを書いてたブログがバズったんですよ。で、バズって1日3万人ぐらいの方が見てくださって、おうおう、あ、これが広告運用の方法なんだっていうのを知れたっていうのがスタートですね。はいはいはい。それが広告運用の方にシフトしてて、で、月収を20万円ぐらいだったんで、当時、銀行員みたいな、で、20万円超えたので、独立しようっていうふうに。あ、銀行辞めて。銀行辞めて、フリーランスになろうっていうふうに。はいはいはい。なりました。はいはい。で、旅はどうしたんですかね。あ、そうそう、旅は、もともとすごく海外に憧れがあったんですよ。あ、なるほどね。で、ニューヨークとかも住んだことがありまして。あ、いいですね。で、海外行くんですけど、やっぱり銀行員だと、なんていうんですか、休みが少ないんで、長期滞在できない、ってなった時に海外に行きたいなと思ったら、その旅の窓、カフェで仕事ができるような働き方じゃないとダメだなと思って、そういう風にシフトしてったって感じです。だからまあ別に日本にいなくても、はい、あの Wi-Fi つながってたら仕事できるぞってことですよね。そうです、そうです。いや、でもそれはやりたい人いっぱいいるんじゃないですか、ね、結構聞くよ。最近はやっぱり若い方も大学卒業してフリーランスなりたいだとか、旅しながらとか、旅と仕事両立したいって方が増えてきたのかなっていうのは体感で、そうですね、別に日本にいる必要ないし、はい、まさか、それも自由な生き方なんですね。なるほど。じゃあそれがきっかけということだよ。そうです。はい、はい、2つ目が、アブローダさんが、これからの時代におすすめする3つの仕事。まず1個目がね、ウェブライターね、はいはい、サイト制作、はいはい、動画編集、これがおすすめなんですね、3つね。そうですね、はい、3つおすすめで、それぞれの適正勉強方法、ビジネスとしてどうやって成り立たせるかみたいなのを教えてくださいんですけど、超難しいです。難しいです。どんどん切り込んでいきますから。丸裸です。言ったものの、これ難しいなって。勉強方法。勉強方法。まず、
はもう3つ共通するのが、僕はもう Google が大先生だと思ってるんで、まあ、Google で検索してください、はい、ググってください。ウェブライターなり方とか、そういうこと？ウェブライターなり方とか、ウェブライター方法、ウェブライター、勉強方法とか、うん、検索するとそのゼロから勉強してきた方のサイトが結構出てくるんですよ。それに勉強した時のテキストだとか、あとはなんて本だとかが紹介されてるんで、それを僕はひたすら読んで、あ、なるほど、こういうふうにやればいいんだっていうふうに Google が教えてくれたんで。なるほどね。なるほどね。あ、そういうことなんだ。これみウェブライターさん、で、それ適正？適正で言うと、ウェブライターはやっぱり参入障壁というか、もう誰でもパソコンがあればできちゃうんで、もう大学生がレポートを書く感覚でライティングができる。で、参入障壁が低くて簡単にできる。なんで、そんなスキルがなくてもウェブライターというのがウェブライターかなと。あ、入りやすい。入りやすいですね。ただ、最近入りやすいだとか、うん、あとは簡単だっていう風なイメージがついてきたのか、うん、はいはいはい、すごく単価が下がってきてる。あー、なるほど。1文字 0.5 円だとかで取引されてて、うん、だいたいレポート1枚で500円の収入にしかならないとか。え、それ安いですね。はい、スタートらしくて、昔だともうちょっと高かったんですけど、1文字1円ぐらいの取引だったんですけど、2分の1になっちゃったんで、そう考えると今厳しくなってきてますねっていうようなイメージではあります。おすすめなんですか、このウェブライターサイト制作と。僕がおすすめするのは今動画編集かなっていうのは思ってます。まず適正聞きましょう。動画編集の適正、動画編集の適正は結構そのもう言い方を言うとカッコつけたい人とか、カッコつけたい人デザインデザインをなんていうんですか、凝りたい人、自分を見せたい人がすごく向いてて、僕みたいにちょっとカッコつけるタイプの人は生きる感じ、生きる、生きてらっしゃる感じの、やりにいってるタイプはすごくいいね。なんかチャラチャラされてる方が、あ、なるほど。失礼ですよね。動画編集されてる方は、違うですよね。僕が生きてる、そうですよね。ラブロードさんが生きてる、僕が生きてる。表現、言葉とか、あとそのコミュニケーションっていうか、自分が言いたいことが伝わりにくいタイプの人、うん、僕みたいな言葉が下手くそな人はその動画で見せるっていうのができるんで、動画編集で自分の思いを表現したりとかっていう部分では動画編集がいいのか。決して皆さん、あの動画編集されてる方が生きてるなくて、僕は生きてる。いやでもセンスが必要な気がするけど、その動画編集は。そうですね、やっぱりそのすごくプロ、やっぱり必要かなと思うんですけど、最初はやっぱり好きな編集されてる方の模倣から入って、そこから自分の色にというか、基本はしっかりちゃんと真似して、手張りじゃないですけど最初は真似して、で自分のオリジナリティをどんどん出していくっていうのがパターンなのかな。え、これでどうやって収入を動画編集で得ていくんですか？動画編集でおすすめって言った理由が、今 YouTube の編集がすごくクラウドソーシングで流行ってまして、 YouTube の編集がクラウドソーシング、あ、外注でね、外注で、はいはいはい、流行ってまして、はい、YouTuber になりたい人結構いるんですけど、で動画は撮れる人が多いけど、うん、編集する人がちょっと少ないなっていうのが、うん、相場感で、あ、でもうちもたまにやってもらってるもんね、動画編集、うん、で動画編集がやっぱりできない理由は、パソコンが結構いいスペックじゃないと編集しにくいっていうのと、やっぱりそのスマホだけだと完結しにくいっていうのがありまして、うん、ウェブライターよりも機材にお金かかる、なるほど、っていう部分でまだまだ人が少ない。どれくらい、いくらぐらいのパソコンが必要なんですか、動画編集する。どうなんですか、もうテロップ入れとかだと、うん、まあでも15万、もうちょっと30万ぐらいは欲しいのかな。30万円のパソコンが必要で、もっとかっ僕みたいに、僕のようなカッコつけたいタイプ、カッコつけるような編集をする場合は、うん、より、なんですか、あ、早いパソコンじゃないと、ちょっとやりにくいと思う。いわゆるそのソフトみたいなの、そういう専用のソフトが必要なんですよね。そうなんですよ、それが高くて、月額5000円からだとか、あとは買い切りで3万円、4万円ぐらいからスタートしないといけない。なんかおすすめのソフトとかあるんですか？やっぱり一般的にはアドビのプレミアが、アドビのプレミアが
次5000円、次5000円、5500円ぐらいでしょ。で30万ぐらいのパソコンを買って Adobe のそのプレミアに入ったら、まあ、とりあえずある程度どんな編集でもできる大体はかなっていうの。なるほど。まあ乗り方はね、Google 先生に聞いて、そうです、乗り方ですから、方法だとか、はい、YouTube、僕は YouTube で勉強しました、動画編集の方法。まあそうです、実際にそれね、映像で見れますからね。そうそう、で YouTube で検索するんですよ、動画編集とかで検索すると、動画編集、そうですね、はい、出てきて、あとやっぱり海外 のクリエイターの方が格好いい動画を作ってるんで、海外の動画を見ながら編集の勉強をして、それを日本で持ってくるとまだまだやってる人が少ないんで、ちょっとだけ飛び出れるとか、ちょっとだけ出れるっていうのがあるのかなって。あ、そうかそうか、ちょっとね、流行りのなんかかっこいいの作れますよみたいな売りになるんですね。そうです。それ単価は どれくらいなんですか、動画編集って。動画編集も今最近聞いたので言うと、10分の YouTube 動画の編集で1本5000円スタートぐらい。安いのがテロップ入れですね。テロップ入れ、もうカット割りが済んでた動画に文字を入れるだけ、はいはいはい、で5000円スタートっていうのが大体かなって。あ、なるほどね。そこから何ですか、契約を結んで、うんうん、企画までとか、うん、カット割りもやりますっていうふうに、どん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 契約を厚くしていく。なるほどね、なるほどね、そんなもんなんですね。そんなもん。なるほど、わかりました。アブロドさんは収入的には、はい、動画編集をされるのがメインなんですか。動画編集を結局今やめてます。あ、やめてるんですか。おすすめしてるんですか。やってないっていう。やめてます、はい。はい、なんでそれちょっと進めといてやってないって言うと、なんかどういうことないから、理由言ってください。僕が辞めた理由は、コミュニケーションコストがすごいかかるなっていう。コミュニケーションコスト、飲めたい。なんていうんですか、編集した動画をお渡しするした時に、うん、ダメ出しがすごく多く、あ、そのカット割りの編集にすごい時間がかかる。それがめんどくさいなと思って、それだったら別のこと、自分が動画編集依頼を受けてやるんじゃなくて、うんうん、自分の動画を編集した方がいいなと思って YouTube をスタートさせた、はいはいはい、あ、じゃあ、YouTube がまず1個収入、はいはい、広告、ウェブサイトの広告収入がメインですね今。いや、ブログの広告収入、ほぼほぼ占めてて、あとは外部委託でちょこちょこいろんなことをやってるっていう感じです。ほう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 。コンサル的な。コンサルもちょこっとありますし、あとはシェアハウスのマネージャー業もやりましたし、ほうほうほう、あとは、動画編集もちょこっとありますし、モデル事務所、福岡でモデル事務所をやられてるところと業務提携を結んで、はいはい、中に入って、そのウェブ制作だとか、あ、それこそコンサルのような形で内部の事務的な部分をよりシステマチックというか、システムを組むっていうのをやったりとか、やられてるんですね。いろいろ、はい、うん。でもおすすめは動画編集。今は僕がやるとすれば、一からスタートするなら動画編集がいいのかなっていう。なるほどね。了解しました。で、3つ目の質問です。アブローダーさんの提唱するフリーランスの働き方、はい、フロー、ストック、トラスト。かっこいいね。について教えてください。なんですかこのフロー、ストック、トラスト。なんですか、なんですか、教えてください。フロー、ストック、トラスト、はい、3つを、はい、前回のあのサンクチュア出版さんのイベントで、はい、初心者の方向けにやった時にこれを言ったんですけど、なんで言ったかっていうと、はい、どういうふうに営業していくのかわからないっていうふうに言われた。営業の仕方がわからないと、はい、どうすればいいのかをよりイメージしてもらいやすくするために、フロー、ストック、トラストを言わせてもらった。じゃあ何なのかっていうと、何なの、フローが1回で終わる仕事。フロー、はい、ああ、なるほどね。一過性で終わる仕事、例えば何かウェブ制作してくださいっていうふうに言われた時に、ウェブサイトを作って終わる、納品して終わる、それがフロー。でストックになってくるとどういうことかっていうと、ウェブ制作を依頼されて継続していく仕事、うん、はい、
で月々契約を結ぶようなイメージ、サブスクリプションのイメージでサイトを制作を受けた後に、やっぱりサイトって作っただけで終わりじゃなくて、そこから運用していって、どういうふうに集客だとか周知してもらうかっていう部分で、運用方法だとか、最近で言うと記事を作ったりするのが入ってるんですけど、記事をどういうふうに作るべきなのかっていうのをアドバイスする時にストック。だから定期的に収入が入ってくるようにするってことですよね。そうですそうです。月々いくらで編集だとかしますよとか、更新、サイトの更新をしますよっていうような月々契約を結ぶっていうのが、はいはい、ストック。はいはいはい。サブスクリプションとか。サブスクリプションとか。したりとか。で、最後のトラスト。トラスト。トラストちょっと僕がちょっと取って。オリジナルです。オリジナル。かっこいい感じが。最近トラストすごく流行ってた、日本で流行ったんで。なるほど。トラスト何かって信頼なんですか。信頼ですね。僕がなんでどう使ってるかっていうと、お願いされるような仕事をトラストっていう部分で使わせてもらってます。お願いされるような仕事、うん、あ、信用があるからね。信用があるからお願いされるような仕事、例えば最初さっきで言うとフローで一過性で終わる仕事で、ストックで継続していく、でその後にあなただからこの仕事をお願いしますね、うん、信頼してるんでとか、個人のブランドを買ってもらって、それを仕事としてお願いしてもらうときにトラストなのかなというふうに思ってて、お願いされるような仕事を受ける部分まで信頼を構築していくっていう意味で、僕はトラストっていうのを書きました。なるほど。って言ってもらう難しいんじゃないですか。どうやってそのトラストを獲得してるんですか。まずはやっぱりその人となりというか、自分が友達感、僕は結構友達感覚で仕事をするように、うんうん、自分の近しい人が喜んでくれるようなことを細かくやっていくっていうのをずっと意識してて、でだからこそ、その友達だからこそ頼まれやすいっていう状況を伏線として作っておくっていう意味で、もう細かく仕事をしてる。最初は無料からスタートして、最初無料からやるんですね。で無料からスタートしてって、でこれもあれもっていう風に無料でどん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 やっていくと、今度はお金払うよみたいな、あっちから言ってもらえるぐらい。さすがにね、これ以上ちょっと無料でやってもらうのはみたいな空気になりますね。確かになると、ストックというか、信頼がストックされてるんで、月々契約というのが結びやすくて、でそこから月々契約していくうちに、どん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 その仕事の領域を広げていくんですね、うん、これもできます、あれもできます、暇なんで何かあったら教えてくださいっていうふうに僕は言うことによって、うん、あ、じゃあこれもお願いします、あれもっていうふうになってくると、お願いが勝手に仕事が舞い込んでくるようなイメージを持って、トラストっていう言葉を、はい、使わせてもらいました。まあでもそうですね、フリーランスの方、この3つのその視点で自分の仕事を見直してみるというのは、うん、愛なんじゃないかなと、うん、なるほど、あ、とても勉強になりました、うん、ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ以上でございますので、エンディングの方どうぞよろしくお願いします。いや、今日も勉強になるお話ありがとうございました。ありがとうございます。ビートルズとは一切関係ございません。今日面白かったなっていう人ね、もうお決まりですけども、チャンネル登録よろしく、高評価もよろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。どうもありがとうございました。ありがとうございました。